ました。3000人登録者突破しました。イエーイ。何か記念を考えてみたんですけれども、はい、限定動画を流したのかな。流しちゃいますか。なんと、はい、ついに来ました。3000人登録者突破しました。イエーイ。ありがとうございます。結構ね、私たちの想像よりも早くに、そうですね、はい、突破することができまして、はい、これもね、見てくれてる皆さんのおかげです。いつも見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、初めてこのなんか、なんですか、切り番の、何か記念を考えてみたんですけれども、はい、あのトムさん LINE アットから公式の持ってるじゃん、はい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 、でそこでさ、限定動画を流したのかな。流しちゃいますか。思っておる次第でございます。その動画の内容って動画の内容、動画の内容はどうしようかな。言っちゃおうかな。どうですか。これでも言った方がいいのかな。かな。言った方がいい、うん、じゃあですね、まあ、平たく手っ取り早く言うとですね、ゆうちゃんがひたすらしごかれる。あれですね。あれですね。あれですね。りゅうちゃんが居残り練習して、はい、そう、私もレッスンを受けてるね。はい、そう。そこを、りゅうちゃんがこっそり隠し撮りして。そうそう。私が iPhone でずっと撮ってたんで。いつもちゃんとね、そう、普段ちゃんとこう、あのビロカメラで、ね、こういう動画撮ってるんですけど、はいはい、私が、しれーっと iPhone でずっと撮り続けてた。これ全然下普通のズボンですよね。そうそうそう。ゴルフウェアじゃなくなった。着替えてて帰ろうかなっていうところのやつを、あの隠し撮りをしておりますから。ビブロがあるでしょ、はい、そのどんなレッスンしてるのかっていうのがちょっと見られるって話ですか。まあそうですね、まあ一般の方にするレッスンと、やっぱりプロにするレッスンって全然違うんで、まあ、あの内容は変わってくるかなとは思うんですけど、まあ、ゆうちゃんの特訓風景を見れると。そうそう、だから実際さ、ほらレッスンシリーズって喋ってることが多いじゃん、ドリルの紹介とかも多いから、じゃあ実際レッスン受けた時ってね、喋って終わられても困るじゃん。本当さ、ね、こういう子来てるのにずっと喋られてもさ、いやいや練習しに来たんだけど、なっちゃうから、まあ、そうじゃないんだよっていうのもね、少し雰囲気が変わればいいかなと思って、はい、限定動画にしてみました。はい、はい、ということは、はい、LINE アットに登録しないとダメなんです。登録していただかないといけないわけですね。はい、はい、ですので、ぜひ登録を、じゃあ概要欄から、はいはい、登録できると思いますので、はい、ぜひ概要欄、概要欄見ていただいて、そこからね、登録をしていただければ、はい、限定動画見れるように、はいはい、じゃあ近日公開っていうことで、ね、はいはい、なっておりますので、ちょっと先にね、先行して見れる、はい、ということなんで、そうですね、でね、LINE アットは、もう初めてどれぐらい、まだ1年は経ってないんですけど、年末ぐらい、そうね、でももうじき1年っていうぐらいなんですけど、はい、まあ、定期的にね、うん、いろんなやっぱり情報を配信していって、ね、はい、まあ、今後ね、限定動画とかも LINE アットの方でちょいちょい出していこうかなと思いますので、はい、ぜひこの期間にね、登録していただければなと思いますので、はい、ぜひ登録して、ゆうちゃんがしごかれる回を。次の日めっちゃ筋肉痛になりましたよね。おじいちゃんだった。おじいちゃんだった。おじいちゃんだった。あ、結構ドライブ振ってたね。結構ブリブリ振って、はい、振ってましたので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、さあ、いつも言っておりますが、高評価のいいねボタン、まあなんかね、ご案内のね、動画になっちゃいましたけど、ぜひ見たよっていうサインにもね、なりますので、はい、ポチッと押していただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。そしてチャンネル登録が、まあ、このタイミング、この動画から見た方ってなかなかね、あのレアケースかもしれないですけれども、はい、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてね、あのなんか3000人突破おめでとうみたいなコメントなんかもくれるとすごく嬉しいので、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。